東山都市駅のランドサット衛星写真東山都市は東京都の多摩地域北部に位置する市。北部に佐山川丘領村山貯水地を要する人口約8万人のベッドタウン。市の西部に多摩都市モノレール線が南北に通り南端に沿って西部灰島線が東西に通る。東山都市駅から北上する道が大梅街道であり、 街道沿いには表玄関にあたる南街がある。さらに北上すると東山都市役所を通過し、市の中央を東西に横断する新大梅街道に至る。大梅街道の北上を続けると、奈良橋地区の交差点に至り、西に大梅街道、東に東京都道128号東村山、東山都線が通る。そのまま大梅街道を西に進むと、 多摩都市モノレール線下を通っていた東京都道43号、立川東山都線と交わる、増式地区に至る。また、東京都道128号東村山、東山都線を進むと、北側の都立東山和公園を通り、市境にある都立佐山公園に至る。上述の佐山が丘領及び村山貯水池へ至るには、増式地区の交差点及び、 佐山公園を北上する。第二次世界大戦中まで、市の南部には、軍事工場の日立航空機立川工場があり、戦後に GHQ に接収され、大和空軍施設が作られた。返還後の土地には1953年頃から2000年8月まで、小松ゼノア立川工場があり、タワーリ地、公有地として、公園や教育、福祉関連施設、 高団住宅などが建設された。主な農産物は東京佐山茶や玉子なしなど。向原、清原地区に大規模な都営住宅があり、その建て替えや旧農地の宅地への転用などにより、1920年の第1回国勢調査以降一貫して人口は増加している。2018年の夜間人口は85,157人で、 市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は68,474人である。昼夜間人口比率は約0.8で、夜間に比べて昼の人口は約17,000人減る。平成30年国勢調査によれば、東京都特別区部への通勤、通学者は7,679人で、 約9%である。通勤者、通学者で見ると、市内から市外へ流出する通勤者は24,640人、市外から市内へ流入する通勤者は9,494人と、通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、学生でも、市内から市外に出る、通学生は3,157人、市外から市内へ入る。 通学生は1572人と学生でも昼は市外へ流出する人数の方が多い。なお、国勢調査では年齢不詳のものが東京都だけで16万人をおり、この校の中夜間人口に関しては年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に若干の誤差は生じる。東山都市では住居表示に関する法律に基づく住居表示は 実施されていないが、玉子を含めて全域にわたって、町名を整理する方法により、住所整理が実施されている。原則として、地盤は、旧町時代のものが使用されているが、土地区画整理事業などが施行され、勘違処分が行われた区域等では、地盤整理がなされている。突起なき場合、日本の歴代市長、市政施行100年の歩みなどによる、 伊藤洋河道東山と多摩地域の旧棚市市を入れて西多摩郡奥玉町を除いた二十九市町について二千年の地下工事価格を分析すると東山都市のみが特異的に地下の高低差が大きいということが分かった東山とロンドみんなの体育館東京都立東山と南公園多摩湖全景この他市内には二千二十年四月一日時点で十七 の、子供広場、20の緑地、79の公園が存在する。チョコバス2019年7月15日現在、市内には、国登録有形文化財が4件、東京都指定文化財が2件、東山都市指定文化財が32件存在する。旧日立港空気立川工場変電所など、2008年5月10日、 現在、市内では76カ所の遺跡が確認されている。主に後期旧石器時代や縄文時代の遺物や、集落跡が玉子周辺及び空堀川近辺から発見されている。など、ありがとうございます。